今日はねハリーポッターのね服を着てます。どうもスリザリンです。こんばんは。あ、遅い時間だから逆に助かる？本当ですか？こんばんは。でも最近ねハリーポッター熱が冷めてる。全然冷めてる。最近私がハマってるのはとあるアニメなんですけど、そのアニメがですね本当に意味が分かんないんですよ。ってなんかずっと言ってるそのアニメ見てどういうことってずっと言ってるんですよ本当に意味わかんない。なんか普通こうだろうみたいな感じなのがなんか普通の考えがなんか通用しないというか。こんばんは。フリーレンではないんですよ。見てるのは違うやつです。ギフトありがとうございます。夜配信遅いけど来てくれてありがとう。やはやはさんギフトありがとうございます。お話し会もねありがとうございました。来てくれてお話できて楽しかったです。皆さんと次が、再販最後なのでもしその2日間来てあいいなもう一回行きたいなって思ったらぜひ3月の分の再販最後なのでお待ちしております。白ふくろうさんぼんぼりありがとうございます。これぼんぼりでいいの？再販のツーショット追加しました。ありがとうございます。こんばんは。なんか私さショールームのさイベントとか、ゲームのイベントとかでさ皆さんに本当に負担をかけちゃったのでお話し会に来てっていうのがなんかあれなんですけどちょっとなんかずっと遠慮してしてたんですけどでもねまあ最後なので最終受付話し会最終受付は本当のことなので嘘ではなくて本当なので楽しかった。本当ですか？じゃあまた会いに来てくださいね。約束なので明日ポストします。来てねって、まあ、最後はね最後だけはちょっとお話し会来てねって言わせてください。前髪が浮かびすぎて見せられない。こっから上はすごいもうすごいアーチを描いている浮かびすぎて、こんばんは。最後借り足しとく。ありがとう。こういう見せたくないものは言わない方がいいんですよね。
私は正直者だから言ってしまう。こんばんは。白こじと黒こじどっちが好評だったの？なんか黒こじの方がいいねが多かった。でもあれさ、肩が見えてさ、太ももが見えてるからでしょ。そういうことでしょ、絶対。わかりやすいよね、本当に。ありがとう。白の方が好きって言ってくれた人好きだよ。違うよ、あのさ、あの肩出すとか、その足を出すとか、別にさ、あのおしゃれの一環というか、なんかそのなんだろう、私たちのやっぱ認識的には普通になんかおしゃれの延長線で、あの肌を出すことになったっていうだけで、あれなんですよ、そのはなんかびっ、え、なんかおひなさま、あー延長線で出してるだけであって、そんななんかあの狙ったりとかはしてないんですよ、別に。ただなんかね、別に狙ってるわけではないんですよ。でもなんかまあね、肌の見える部分が多い方がいいねがついてるなっていう事実。前髪が本当にもうポワーンってなってる。もうずっとこうしとこうかな。翔一さん、ギフトありがとうございます。ショールーム始めたらいつもなんか眠くなるのはなんでだろう。なぜなぜ、なんか眠くなる。こんばんは。こんばんは。今日ね、レッスンだった。レッスンの通しでうまくいくかなって思ってたものがあって、それがね結構うん、いい感じだった。でもわからないです。本番に弱いし、鏡ないから不安かな。まあでもいけるでしょ、いけるでしょ、そうでしょ、できるでしょ。泳ぎましょうさ、泳ぎましょうさ、どん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 泳ぎましょう。
最近ね踊ることがすごい楽しい。昔は踊ることが、ちょっと前は踊ることが実は嫌だった本当にね、なんかね、なんか勝手にそのなんだろう、パフォーマンスのことで結構最初の方言われたことがあって、それでちょっとトラウマになって、あ、今日も多分ステージに立ってもまたなんか思われてるんだろうなとかまたどうせ批判されるんだろうなみたいな、ちょっとそのネガティブ思考だったんですけど、最近はもうなんか別に気にせずに楽しく踊るっていうことができるようになってきてからは、踊ることが好きになってきました。お話し会で振り起こし、そうなんですよ、そう、お話し会のね、待機中にね、振りをね、忘れないようにちょっとだけ踊ってた。それはいい変化だね。そうなんですよね。 S 坊さん、ゾウさん、ギフトありがとうございます。なんかできないって決めつけてるの自分だなーって思って、何でも、なんかさ、そういうさ、評価だってさ、一つ見ただけだよ、一つそのマイナスなことを見ただけで、あ、また今日も言われるんだろうなって勝手にそう思ってたのは、想像してたのは自分だし、全部作り上げてたんですよ自分で。たった一回のトラウマで、もしかしたらそれをできないって言い訳して逃げてたのかもしれないね。まああと普通に慣れて、やっと慣れてきたっていう遅いけどやっと慣れてきたっていうのが事実かな。こんばんは。まだまだ振りを覚えるのは遅いけど、でもまあ歌もダンスも今までやったことがない22歳が入って、アイドルっていう世界に入って、まあ遅いながらも成長はしてこれたんじゃないかなって思うこの数年で。いやー、まあ言ってまだまだ頑張ることはいっぱいあって、まだできないこともあるし、多分今からまた身につけていかないことも待ち受けてるんだけど、自分の踊り好きですか？まあ好きとまでは言ってないかな。踊るのが最近楽しいなって
しめるようになったなっていうだけで、うん、なんか好きとかではないかもしれない。こんばんは。うん、なんか好きになれたらいいよね。でもね、最初の頃はね、あの歌ってる自分の声も本当に聞けなくて、もう大嫌いだった。もう自分の録音した声とか、あとなんか歌ってるそのアーカイブとかを見るのも本当無理で、だから私歌唱、一番最初に出た歌唱力の本番の映像を確かね1年越しにねやっと見れたんですよ。もうずっと見れなくて、本当にもうなんか見れなく、本当になんかあの水色のさ、先輩がレコ大に出た時の衣装かな、あのドレスみたいな水色の、ここが白くてここからがなんかこう水色のレースの、一番最初にその衣装を着て本番出た時の映像がもうなんか見れなかったんですよ。とにかくなんか自分が気持ち悪すぎて。だからあのミネスタジオの時とかの映像ももう本当に気持ち悪くて見れなかった。なんかもううわーってなる。自分がなんか歌ってるのもえっってやけんね、やっとね、うん、1年越しぐらいにその歌唱録のやつとか見れたし、ミニスタジオの時の映像は今は見れたりするけど、見れたりするんですけど、なんか当時は公演が終わった後とかもう目を細めてこうやって見てたりしてた。あーもういいもういいピピピみたいな。そう、なんか不思議だよね、アイドルになりたいと思って入ってきてるのにさ、自分のアイドルしてる映像が見れないって、ほんと変な人。自分のこと変な人、ほんと変な人。うん、自意識過剰だよねそもそも。そこまで見てないよっていう、分かってるけど、分かってたんだけどね。でも今は見れるよ、ちゃんとアーカイブも、自分が出たコンサートも公演も、歌ってる声とか歌ってる姿、踊ってる姿、今は見れる。こんばんは。別になんか自分のことが大好きになったわけでもないし、今でもなんかアイドルしてる自分にオーマイガーって思うことあるんだけど、
Oh my god。まあ日々成長ということで、ですよ。日々成長ということです。お父さんの愚痴を言わなくなった。なんかね、ちょっと前にね、ショールームでね、家族の愚痴を言わないでってちょっと割とガチで怒られたんですけど、割とガチめに怒られたんですよ。ショールームで個人的なその家族の話をしないでってちょっと怒られちゃって。そうなんです、はい、気をつけます、ショールームの仕方。うん、まあ言っていいことと悪いことがあるよね。そう、たまにね、それ言われたのはお母さんなんですけど、たまにっていうか、なんかまあちょっと前に結構お母さんとのこととかをショールームにあーって言ったりしてたんですよ。でお父さんのこととかもさ、ちょっとさ、ぐちぐち言うからさ、それがバレてました。やだ。そう、多分ね、見られてるんですよ。やだやだ、ほんと。たまに今も見てるかもしれない。怖い。なんかね、見てると思ったら見てないし、見てないって思ったら見てるんですよ。あ、でもよくないね、ほんとに。うん、よくないから、うん、もう話さんどく、あんまり、もうやめとく。まあでもね、私基本的に本当に謝らないから喧嘩が長引くんですよ、いつも。いや、謝ったらね、終わるんですけどね、私が謝らないからすぐに。そうだね、もう遺伝子に組み込まれてます、謝ったら負けっていう。でもちゃんと謝るときは謝るよ、謝るし、あとなんか家庭と外での性格が私結構違うかもしれない。うん、本当になんか、あ、でもなんか裏表ないってなんか言われた気がする、お姉ちゃんに。まあ、お姉ちゃんもなんか私の活動をたまに見てるんですけど、別にそんな変わんないよって言ってて、でもなんか私は変わるような気がする。なんとなく何がっていうのは大きくは分かんないけど、でも変わんないっていう人もいるから、うーん、どうなんだろうね。嘘つきないね、
そうですね、私ね結構顔に出るんですよ本当に全部、うん、意外と意外と出るんですよ、黙ってても顔に出る。やばい時間だ。ランキングをじゃあそろそろ読もうかな。お疲れ様でした。13位、ぶんちゃん。12位、ガチグマあかつきさんなんか名前がいかちいね。11位、たまご豆腐さん。10位、ズーミーさん。9位、ソリアさん。8位、ウリンちゃん。7位、タニタニさん。6位、ゾウさん。5位、デサイズハートさん。4位、ジャボテンさん。3位、クジマスさん。2位、ハイキーさん。1位はシロフクロウさん。ありがとうございました。おやすみ、ありがとうございました。みんなも今日頑張った？なんかさ、自分で頑張ったってさあんま気づかんくない？でもね、頑張ってるから大丈夫。私はあなたの頑張りが見えるよ、自分では気づいてなくても。私は見えてるよ。ありがとう。じゃあまた明日の配信でも会いましょう。3月さ、いっぱい配信するかも。だから見に来れるときに見に来てね。よろしく。よろしくね。近々リプ編しようかな、久しぶりに。ツイッターじゃないわ、 X で。なんかたまにリプ編したくなった。